ドイツ芸術の家の開会記念式典を視察するヒトラー、ゲルィ・トロースとツイグラー、ゲッペルス。右から2番目がツイグラー。帝国造形芸術院はドイツ第三帝国の機関で当時の制作に見合うような造形芸術を奨励する。一方で反体制的芸術を取り締まり国家社会主義時代の社会統制の一翼を担った。 通称としてライクスコーンストカーマーも用いられた。帝国造形芸術院は1933年11月1日、帝国文化院管轄下7部局のうちの一つとして設立された。その業務は国民啓蒙、宣伝省の指導のもとにべての会員の活動領域を限定して国民と帝国のためのドイツ文化の責任を明らかにし、 文化的職業の経済社会的案件を管理し芸術院に所属するすべてのグループの積極的活動を調整することであった。帝国造形芸術院にはさらに国家社会主義における上部機関として第三帝国にとって意義ある作品を制作する芸術家を生み出すという使命を持っていた。展覧会への出展許可を希望する芸術家は 帝国文化院参加の帝国造形芸術院の会員であることが絶対条件であった。少なからぬ芸術家が芸術院の方針に適合しないとして入会を拒絶されたり締め出されたりした。その入会要件は政治的に信頼できることとアーリア系であることであった。総裁の一人にアドルフ・ツイグラーがいる。没個性的な一画家であったツイグラーはヒトラーに気に入られて 異例の大昇進を遂げ、積極的に大敗芸術を弾圧した。すべての芸術家が入会を義務付けられていた、帝国造形芸術院に対しては、素人やディレッタントが受け入れられていることや、芸術家への政治的支援がおろそかにされていることに対して、同時代芸術家の間から不満の声が上がっていた。芸術院に満ちていた、高化的雰囲気については、多くの芸術家から、 全く技術的な素養がなく、マッチ箱さえ正しく描写できない素人と同列に扱われることに対して批判が高まり、全芸術家を会員としてしまうことで無能な芸術家まで職を認められることになり、文化水準の低下をもたらすとの警鐘が鳴らされ、入会資格制限の必要性が訴えられた。しかし、芸術の商業化と大衆化によって、ドイツ的芸術を プロパガンダ的性格と絡めて広く国民に根付けることを是としたナチスはそうした訴えに耳を貸すことはなかった。ありがとうございます。